演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカゴメのソイプラスプルーンをベリープルーンミックスを飲みたいと思います。ソイプラス、つまり豆乳ってことなのでしょうか。どんな味なのかな。ちょっとこういう豆乳って飲んだことないですよね。まあ普段から豆乳自体あんまり飲まないので、ちょっとどんな味か想像がつかないんですけど、まろやかだ、ダイエットフルーティーな味が書いているのできっと美味しいんでしょう。ではあ、香りは本当にベリーの、 あの甘酸っぱそうな香りですね。では飲んでみます。なんか含まれてる栄養素に大幅に差があるんですけど、これは一体何なのでしょうか。それは一旦脇に置いておくとして、味は大豆臭さはそんなになかったですね。で、普通にベリーとプルーンの甘酸っぱさが広がる美味しいラテみたいな感じでした。ただ豆乳なので牛乳とは若干味が違いました、ね、なので豆乳らしさは出ていました。まあらしさってなんだよねって突っ込まれそうですけど、大豆の味はちょっと感じられまして、苦手な方はちょっとかもしれませんが、好きな方にはおすすめできます。それで甘酸っぱさでこちらの栄養素を摂取できるとなると嬉しいです。というわけで、コマ回す、妻を見ているやお正月、童心に帰っているんでしょうねきっと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。